第4章、中世社会の成立3、武士の社会、括弧二2。ここは三代執権の北条康時のお話。で、まずあの復習からいくと、えー、初代執権の時政が何をしたのか、で、二代執権の義時が何をしたのか、で、三代執権の康時が何をするのか。 こうやっていきますね、えー、時政がやったことまあ義時も似てますけれどもどっちも多種排斥をやっていく義時の方は鯨、えー、の景時を排斥して比企能員を排斥してで義時のところで畠山重忠それから和田義盛って言って排斥をするで上級の乱があったのも義時の時ですねで、えー、このあと泰時ですここからは若干政治のやり方が変わってきますえというのも 頼朝が死んで、まあ、強烈なリーダーシップを発揮した頼朝が死んでその後の頼家実朝でそれを支えてた北条政子それから北条義時が死んでてえつまり政治の表舞台にいた中心人物たちがこぞって亡くなってて新たな局面シーズン2になってるのがこの北条泰時の時だとでここで彼が、まあ、どんな政治をしますかって 強烈なリーダーシップを彼も同じように発揮できたらいいけれども、そうではなくって、彼は新たな政治体制を整えていく。執権を補佐する役職として、連署っていう役職を置く。で、ここにはナンバー2の役職なので、自分の信頼が置ける、法上時久を据える。法上時久っていうのがおじいさんやね。 で、なんなら上級の乱の時に義時を倒せって言って印前が出て、それに対して、えー、軍を派遣する。で、その対象がこの安時と時房だと。その後、六原丹大を置く。その六原丹大の北方と南方はこの安時と時房で一緒にやっとると。だから、信頼関係のある近しい関係である。で、そんな時房を安時は補佐、補佐の連署に置いた。さらに、表情集。 設置します。え、これは何かっていうと、え、合議制を制度化する。え、これは幕府の最高議決機関として、門中所とか万所とかその上に置かれて、えー、いろんな最終決定をここで行っていく。だから将軍が、えー、すべて、え、決めてしまうというよりは、御家人たち、表情集が、有力の御家人たちが集まった表情集が、みんなで最終決定を行いますよ。っていうのが、えー、これですね。 さらに、これは中学校内容ですけれども、御成敗式目の制定。でもなんでこのタイミングで御成敗式目なのかっていうところがおろさえる必要がありますね。御成敗式目、これは武家にのみ通用するルールであると。武士に通用する成文法をなんでこのタイミングで作る必要があったのか。 この裏で、区下法。朝廷が制定する、朝廷支配地に通用する区下法があって、本所、荘園領主が作る、荘園に適用される本所法があって、で、御家人の武家法があると。なんでこのルールが必要なのか。 理由は大きく三つあって、一つが、合議性をやるんだったら、共通認識が必要だよねっていう話です。強烈なリーダーシップを発揮するリーダーが、えこうだと言ってしまえば、それはルールになる,なるけれども、みんなでやっていくっていうんだったら、みんなで明確な共通認識が必要だ。だから、ご世話意識目が必要だ。二つ目。 この時あったルール、社会のルールっていうのは法律ですけれども、律令客式っていうのがあると。律令客式で思いつくのは何かっていうと、大法律令、養老律令ですよね。これって何年に作られてんのと。大法律令が701年、養老律令が718年。つまり今何年やっていう考えたら、これ400年ぐらい経ってるよね。500年ぐらい経ってるよね。そのルールが、まあ一応あるけど、 それはもはや空文化してて誰も分かってなかったりすると。さらにこの時のルールっていうのは漢字で書かれてたりして、バカな武士が読めなかったりする。だから武士たちはなんとなく独自の慣習とか道徳とか、そんなもので生活をしている。それが先例道理とかっていう言葉で資料で出てきますけれども、こんなもので生活をしてるんだと。 しかしながらももちろん地域の間で差異があったり矛盾があったりするよね。こんなところを整えていきますねと。だからご成敗式文化はめっちゃ簡単に書いてるよね。バカな武士でも読めるように仮で書いてあったりします。で、三つ目。紛争が起こっている。たくさん起こってきた。だから紛争が増えてきたこのタイミングでもう一回ルールを改めておきますねと。 え、土地に関する所証が増えてきた。だから、え、それを裁定する際に、え、ちゃんとしたルールが必要だよねっていうところで三つ目です。で、なんで紛争が増えてきたのか。え、これは、え、上級の乱の後だからですよね。上級の乱に際して上高型の土地を奪った。で、上高型の土地に、鎌倉幕府から、 御家人たちが派遣されていくそれは守護とか持統っていう形で持統ですね持統っていう形で派遣されていくでその持統たちが荘園領主である上皇方の人たちと対立するトラブルを起こすって言って紛争が起きていくよね関東地方を中心に御家人たちが自分の土地で自分の見知った仲間たちと生活をしている分には訴訟は起きないとでも自分とは関係のない えー、見ず知らずの土地に行ったときに、いやいや、私は、北条家、あ鎌倉幕府から任命されてここに来てますけれども、とかって言って、えー、上の荘園漁師たちとトラブルを起こしたりするわね。あまあ、そんな形で、東国だけじゃなくて、西国にも自党が派遣されるようになって、紛争が頻発する。ここを収めるためにって言って、えー、ルールを明確にした。これが御成敗式目を作った理由ですね。この三つ。 えー、具体的にご成敗式目の内容をいくつか触れておきますね。えー、まず式目をなんで制定するのかっていう狙いは、えー、北条康時、武蔵の神から北条重時、駿河の神、これ六原丹大にいる弟に送られてます。でそこの中で、えー、うんたらかんたら書かれてますね。で内容に関しては、えー、3つ押さえておくべきかと。第3条に主語に関することが書いてます。主語の仕事はこれだよって。 大盆参加条ですね。それから8条、ここには、その土地を20年支配すれば、その土地の占有権をあなたが主張していい。23条、女人を侵犯すること。女性が自分の養子にその土地を、えー、 相続してもよい。そんな話がここに書かれてあります。このあたりを押さえておくべきですね。そしてこうやってご成敗式目が制定される、適用される。しかしながら、この後も適宜個別の法令を追加っていう形で、どんどん作っていく式目追加っていうのもある。で、ちなみにこのご成敗式目は鎌倉時代だけじゃなくて、室町時代、室町幕府へも引き継がれて、そこからは、 兼務依頼追加という形で追加されていく、はいえー、3代執権の泰時については以上です続いて、えー、4代常時を飛ばして5代時り常時がお兄さんで え、時折が弟ですね。こっち行きますね。えー、宝城時折がやることは何ですかこれは、えー、一代、二代、三代とやってきたことの、まあ、ミックスというか、まあ、同じようなことをやっていくわけですね。えー、時政義時で他史排斥をやって、三代安時でやったことは、え、ルールを整えていくっていうことでした。時折も同じ形でやります。まずは他史排斥放置合戦です。誰を えー、三浦安村を排除する北条時頼が三浦安村を排除する、まあ、どんな口実かっていうと、えー、三浦安村の弟が吉村あ光村って言いますね三浦三村でこの光村が、えー、五代将軍の藤原の頼次の側近として近しい関係にあったで えー、三村が、えー、より、より次ぐと、えー、共に、北条特捜家に敵対してて、まあ、敵対する勢力を構成してるんじゃないかっていう話で、その三浦家の僧侶である安村が、えー、追い込まれる。まあ、三浦家が追い込まれるって感じだよね。で、誰が言い出すかっていうと、北条時折の外籍にあたる足立影森が言い出すと。この北条時折の、 お母ちゃんが足立家で。で、そのお父ちゃんに当たる。まあ、外籍に当たるのはこの影森だと。で、影森が、え、三浦をこのまま放置してたら、法上と、その外籍である足立、ここの危機を招くって。だから三浦を置いといたらあかんでしょって言って、三浦を排除しよう。で、これが放置合戦です。え、ここから法上氏の独裁に行くわけですよね。他者愛籍でした。え、続いて、組織を整えるっていうことで、え、引き付集を置く。 引き付け衆って何かっていうと、えー、さっき出てきた表情衆と、まあ、ごっちゃにされますけれども、表情衆を補佐するっていうイメージで OK ですね。何をするところかっていうと、ご成敗式目で土地に関する紛争の裁判のルールとか定めたりしたと。でも、やっぱり勢力を拡大していくことによって、紛争が増えてきた。で、この裁判を迅速化するとか、 え、裁判を公正にやるとかっていうところで引き付け集を置く。裁判早くしよう。ちゃんと公正にやろうっていうところで裁判を行う役所として引き付け集を置いたと。で、まあ、なんでこんなことをやるかっていうと、ご家人から、ちゃんとやってますって、ちゃんと平等に公正にやってますっていうことで信頼を勝ち取る。まあ、そんなふうなことを考えておいたのが引き付け集だと。続いて三つ目。皇族将軍を招く。 年間の皇族の将軍ですね。宗高親王って言います。六代将軍です。初代頼朝、で、二代頼家、三代実朝って言って、源氏が続いてきた。で、このタイミングで次の将軍は皇族から招きたいっていうふうに、えー、執権は言ってたけど、後鳥羽上皇に。それは叶わなかった。じゃあって言って、えー、藤原家から招いてきましたよね。えー、頼常、頼継って。 で、えー、次はっていうと、これ、五佐賀上皇の子供、宗高親王を招くことができたんだと。えー、まあこんな形です。だから、念願叶ったっていう形ですね。しかしながら、この後、六代将軍、宗高親王の後、えー、七代、八代、九代って、コロ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 変わっていきますね。えー、というのも、えー、将軍が青年になって、えー、将軍と御家人との間で主従関係が実態になると、なかなかこう、 執権がこう前に出ていきづらい、まあ、操りにくみたいな風に言う,う言葉が当てはまりやすいかもしれませんけれども、えー、そんな形で将軍が青年になったら何か企てたとかってまあ陰謀を理由に京都に返すわけですね、まあ、そんな形でえ変わっていきます、えー、6代宗隆親ので7代が えー、コレアス親王で8代が久明親王で9代が森国親王こんな形でコロ,コロ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 変わっていきますはいえー、以上です3代執権泰時4代常時を飛ばして5代時折を、えー、見ましたお疲れ様でした